さっきの見た？あいつ原告かな。おいクソガキ、てめえか、こいつらをボコったのは。ああ負けちゃったねえ。ああ100円ある。マ高校の新庄レオ、新生総合格闘技団体マックス所属。こいつは幼少時代からある格闘技を習ってたんだが、なんだと思う？これがな、テコンドーなんだよ。野山校の奴らもバカだろ。俺とどんな関係が？テコンドーってそんなに弱いのか？テコンドーは足技にさえ注意すればいいんだ。こら、まったく最近の若いもんは。そんなの素人の意見ですわ。実戦テコンドーは相手を倒すことを目的とした立ち技格闘技。世界の総合格闘家たちもテコンドーの技を使うほどなんですぞ。テコンドーについてどう思いますか？ Yes, Taekwondo is good. テクニックが派手な分隙ができやすい。だがあのテクニックだけは違う。スピード、破壊力、正確性を備え、相手に背を向けることが許された唯一の技、後ろ蹴り。捕まらなければいいんだろ。金持ちになりて。おい、お前が新庄か。俺のダチによくも手出してくれたな。ただで済む。一郎大丈夫か？テコンドーか。ちょっと運動をかじったからって調子に乗ってるみてえだけど、あんなの格闘技だって言えるか？テコンドーなんてガキのお遊びだよ。この足技かなりのやり手だ。ガードして反撃だ。そうだろ、高尾のやつが手も足も出せねえなんて。俺が悪かった。だから100円ある。100円渡せばいいんだろ。今やるから、だから許してくれ。おい、1万円ある？ゲーセン行こうと思ってさ。わかった、やるって。だから頼む。じゃあ100万円ある？てめえの友達が100万円は持ってないってさ。すみません。